東海テレビの伊藤大吾です。1976年6月26日は何曜日だったか格闘技世界一決定戦のムハマド・アリ対アントニオ猪木が日本武道館で行われた日である間違いなく土曜日だったどちらが勝つかアリだろういや 猪木がアリを捕まえれば、一番強いものに憧れる。中一とはそういう年頃だろう。部活を無断で休み、テレビ中継を待つ。パート勤めの母親が出掛けに作ったカレーを昼に一人で食べる。つまらぬことまで思い出す。猪木はリング上でずっと寝ている。アリのパンチを避け、 ローキックを狙うためだ。それは分かっているのだが、次第に悲しくなってくる。猪木を、それでいいのか引き分け。世紀の一戦は、世紀の凡戦となる。昭和の中学部活の上下関係のおっかなさは、説明するまでもないだろう。土曜日に部活をサボった一年全員は、 後で先輩に呼び出され。あの日が土曜日だったことを忘れるはずもない。アントニオ猪木さんが亡くなった。79歳。昭和、平成を輝かせた強烈な光が今消える。寂しい。国会議事堂の中でよくお見かけした。 自分と同じくらいの背丈だったのが意外だったが、リングでは闘魂がその体を大きく、たくましく見せていたのだろう。アリせんにしても、負けなかったではないか。コーナーから、猪木が疾風のように飛び出していく。ファンの胸の中で、それぞれに光り輝く猪木が、今、マットの中央へ。